下落している株ゲラ株のコーナー。まず三菱商事ですけれども、株価のチャートこちらのようになっております。今年の8月の大暴落に迫ってくる勢いで下落配回答利回りはなんと3.95%、4%近い利回りになっております。参考までに今年の商社株の値動きですけれども、一番上がってるのは伊藤忠ですね。その次が三井物産、その次が三菱商事、その次が住友商事となっております。今年年初来のパフォーマンスで言うと12%のプラス。 1月1日に決算発表しておりまして、7、9月期の決算出してるんですけど、78%の増益第2クォーターで売上高は3.2%マイナス最終利益は77.7%プラス。純利益の見通しが9500億円の見通しで、第2クォーター終わった時点の実績で6180億円の着地になっているので、進捗率で言うと65%の進捗。情報修正出してもおかしくはないっていう決算で着地したんですよね。これまでのの三菱商事のデータ 見るとすすすごいいかりやすいんですけれども2021年の11月の決算で情報修正入れてきて配当金も引き上げてるんですねで2022年の11月の決算でも配当金引き上げと情報修正2023年の11月の決算でも情報修正と配当金の引き上げということで202120222023と11月に3連続増配してきてるんですね今回の11月に関しては配当の引き上げがなかったということで期待値が高い分 うん、ちょっとなんで今回配当を増やさなかったのかなっていうそういうとこでのギャップ。 というかもうちょっといいと思ってたのになぁみたいなねそういうのはあるんじゃないかなと思いますね決算説明資料ですけれども今回通期見通しに対して進捗率は65%業績据え置きしている理由に関しては市標の不確実性や事業環境の不透明性を踏まえ今回は据え置きしてますよと確かにもうインフレとかもすごいですし金利がどうなるかもよくわからないですしもうドル円もボラティリティすごいですし今世界情勢を見通す半年後にどんな決算が出てるかって,ってもでも誰にも全くわかんない状況 状況になってるんで会社側が言ってることもすごい理解はできるんでしょうがないっちゃしょうがないのかなっていうそういう印象は持ってますけれども株価の値動き見てるとそうは遺憾崎というかそれを許せない人がたくさんいるんだなっていうそんな値動きしてますよね11月26日昨日ですね野村証券が投資判断を倍からニュートラルに格下げしております目標株価も3620円から2950円に引き下げとなっております原料端子の低迷に加え 算数量の落ち込みによる悪影響が想定以上であり利益水準が低下したことを要因としている高いキャッシュ創出力のほか株主還元配当利回りの高さも株価を下支えしようが2026年3月期の ROE 水準が7%とセクター平均の11%を下回る予想のため株価の上値は重いと考えているで最後に需給の方ですね信用改ざんデータ見ておきたいんですけどもちょっとずつ改ざん溜まってきてるんですよね売買高が4000万株で改ざん1000万株なんで売買高で 戦のうちの4分の1が改ざん。そんなめちゃくちゃ改ざん溜まってるかっていうとそういうこともないと思うんですけど、まあこれまでのね。過去に比べるとややちょっとずつ溜まってきてると、まあまあ全然そんなあのこれめちゃくちゃ信用買い溜まってます。やんとかそこまでの水準ではないかなっていう印象ですね。めちゃくちゃ人気の銘柄なんで、この8月の暴落割れて2400割れてくるとか。配当利回りがもう4%超えてきて、どん,どん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 利回り上がってくるとか、どっかのほとぼり冷めたタイミングというか、今ちょっとね。下落トレンドになってるんで、なかなか買われ。 と思うんですけどどっかのタイミングでまた週足とかのレベルでこれじりじりって上がり出したらまた買いたいっていう人はたくさんいるんじゃないかなと思ってシェアさせていただいております次の銘柄ですけどもホンダですね PR6.3 倍 PBR0.48 倍配当利回り5.26%と脅威の配当利回りまで上昇してきております8月の暴落のところが1240円ぐらいなんですけどそこに迫る勢いで今冷やしレベルでグリグリっと下がってきておりますホンダは11月6日に決算発 発発表表しししててておおりりまま方修正を発表しております第2クォーターでしたけど売上高8.2%プラス最終利益は60%マイナス純利益を1兆円から9,500億円5%下方修正なんでそんな下方修正してるのかっていうところで全体的に自動車そんな調子良くはないんですけど中国で非常に車が売れてない。 っていうことなんですよね。これも全部一緒ですけどね。トヨタもまあどこも同じこと書いてますけど、やっぱ中国のまあおそらく BYD だと思うんですけど、そこが今もうすごい勢いで販売台数伸ばしてて、このせいでなかなか価格競争になってたりとか、そもそも車が売れなかったりとかね。そういうことで、四輪のアジア。 まあこれ中国含むなんですけど、ここがかなりダメージを受けてると。あとは北米でインセンティブが上がってるせいで利益が全然出てないっていうのはホンダにも同じこと書いてました。他の会社もそれ同じこと書いてるんですけど、北米でのインセンティブの増加によって利益が出ない。で、あと中国であんまり四輪車が売れてない。そもそもホンダって四輪事業でそんなに利益出てないんですけど、今回に関してもそんなに回復してる雰囲気はないかなっていうところですね。で、二輪に関しては販売台数調子よく伸びております。特に アアジアでですすごい販売は好調ですよ次の銘柄ですけど、松田ですね。こちらも PR4.3 倍、PBR0.35 倍、配当利回り5.82%、驚額の配当利回り、冷やしのチャートこんな感じで、本日年初来安値取ってきております。中足のチャートもこんな感じになってまして、2023年1月の安値ですね。ここら辺まで今下がってきてると。松田も11月7日に決算発表しておりまして、下方修正と配当金の の発表をしております第2クオーター実績売上高3.1%マイナス最終利益は赤字転落松田に関しても一緒で北米でインセンティブがすごい増加しててもう全然利益が出てないんですよねだから車は売れてるんだけれども車売るためにすごいインセンティブを使ってるってことで利益率がめちゃ低下してるっていうこれも週足レベルで見てもすごい下落トレンドになってるのでどこで反発するかわからないですけどもとりあえず節目の1000円は割れてきたんで次ここ2023年 下突き抜けてくると2022年の安いところですねこの750円近辺ここまで下がるかはさすがにわからないですけれども次のね900円とか800円とかさあとハイトリマリ6%超えてきたところで買われるかどうかとかね注目されるんじゃないかなと思います次オリエンタルランドですねこちらもずーっと右肩下がりの銘柄ですけれども本日3%上昇しております PER は48倍です前世紀のオリエンタルランドって PER100 倍普通に超えてたんで、まあ 考えると、そこから見ると割安感はありますけど、今今のオリエンタルランド48倍って、そんなに納得感がないというか、ちょっとやや高いんじゃないかなっていう感覚持つ人の方が多いんじゃないかなとは思いますね。配当利回りが0.4%しかないんで、逆張りしにくい理由になってるんじゃないかなと。これで利回りが3%とかね、それぐらいあって、優待回るってなると買いやすいと思うんですけど、オリエンタルランド今日3%上昇してるんですけれども、京成電鉄が株を売却しますっていう発表しまして、 で、オリエントランドが自社株買いやりますっていう発表をしたんですね。箱詰み株式に対して1%ぐらい株買いますよと。でこれによって、京成電鉄の出資比率が21.04%から20.17%に低下することになります。これは以前も動画出させていただいたんですけれども、京成電鉄はパリサーキャピタルっていうアクティビストから、もうオリランの株売れ売れ売れってずっと言われてて、その圧力でまた株売却したっていう感じですね。今のところ第2クォーターまで決算発表してて、37%の進捗 なんですよね。基本的に第2クォーターまでの進捗で50%ないとダメなんですけど、オリエンタルランドって10、12月期すごい稼ぎ時なんで、この10、12月期でどれぐらいいけるかっていう、そんな感じじゃないかなと思います。10、12月期ってハロウィンもありますし、クリスマスもありますし、日柄的にも遊園地ってその10月、11月とかってちょうどいい気温ですし、お客さんたくさん来るんで、そこでどれぐらい伸ばせるかっていう。第3クォーターの決算は、まあ、特に注目になるんじゃないかなと。次の銘柄ですけども、通り。 リドールですね。こんな感じの冷やしのチャートでめちゃくちゃ売り込まれております。週足で見るとこんな感じですね。3500近辺でございますけれど、ドールは株主優待すごい人気なので、3月優待ですけどね、まだ先なんで、今すぐ買うかっていうとちょっと微妙かもしれないですけど、12月の優待配当終わったあたりから面白みは増してくるんじゃないかなと思いますけどね。新 NISA でも買われそうな銘柄ですし、まあどっかのタイミングでこういう優待銘柄は買われるんじゃないかなと思ってますけど 月足もすごい綺麗なんですよね。で、年足で見ても上場来高値近辺ですし、基本的にはずーっと上がってる銘柄なんですよね。4月14日に決算発表しまして、14%現役に下方修正ですね。第2クォーターで売上高13%プラス、最終的27%マイナス。で、現役になっている理由ですけれども、海外事業ですね。人件費が爆上がりしてまして、それをなかなか吸収できてません。なので、その海外での大幅な人件費の上昇というところで、利益がすごい削られて、 大幅なな減益にったと売り上げそのもので見ると為替の影響もあるんですけど中間期としては過去最高の515億円の売り上げですね前年同期で27%増と素晴らしいんですけれどもまあ、だから海外は売り上げ伸びてるけど利益が 出店に伴う人件費、家賃の増加により減益となりました。割と理由が明確なので、そのうちどっかでね、下げすぎたら買われそうな気もしますけど、今すぐじゃないと思いますけど、そんな銘柄になってるかなと。最後、下落銘柄 JFE ですね、配当まで5.88まで上昇してきております。本日年初来安いですね、週末チャートでもずーっと右肩下がりになっております。JFE も決算発表11月6日にしてまして、下方修正プラス配当の減額もしたんですね、10円配当を減らして、 したのにまた利回り上がってきて5.88となってるんで利回り6%超えてきたらもしかしたら買われるかもしれないですし、ちょっとそこ何とも言えないですけど、最後今日一日で下落した銘柄ですけども三両ですね14.42%下落。昨日上場ない高値取ったんですよね。三両はもうここ数年の株価の上がり方がとんでもないハローキティだけがすべてを凌駕すると言っても過言ではない。2020年のコロナ禍から天バガーしてます。10倍になってるんでそもそもここまで上がってるのは。 業績がすこぶる好調でここ直近がすごいんですよね。もともと2021年とかって赤字だったんで、そこから33億、130億、280億、410億ということで、この時の経常利益が33億で、今410億なんで、もう10倍ぐらい利益出てきてるんで、まあ恐ろしい会社だなって思うんですけど、そんなこんなもあってすごい株価上がってて、上場来高値取って、今日 14下落しししてるのは株式売り出しを発表したんですよね箱詰み株式総数に対して12.6%なんで、かなりの大規模な売り出しですね。規模感で言うと、忘年会80人でやろうって言ってるのと、ほぼ同じぐらいの規模感なので、ね、これ誰が売ってくるんですかというと、三菱 UFJ とか SMBC とか、ミーズとか、あと社長もね、株売ってくるってことで、100万株売るんですよね。これがまあんまちょっとね、良くないですよね。社長が株売るときって、だいたい天井なんですけど、これまでにも過去 社長がるるパターンってよくあるんですけどだいたいそこが天井になったりするんで社長って一番その会社のこと知ってるんでその社長が株を売却するってことはまあまあまあそういうことなんだろうなみたいな感じでんなんかどちらかというと株式市場に与えるインパクトとしてはやっぱり悪影響というかネガティブな印象を持って。 てててししままいますよね。どうしても社長が株売るぞってなっなたら。だってもっともっと上がるって思ってるんだったら売る必要ないですし、まあ、むしろ買い増ししたいって思うと思うんですけど本当の話はまあ誰にもわかんないですけど売り出し価格が決まるのが12月10日から13日のまでの間なんでそこぐらいまではねちょっと絶妙な値、ね、動きするんじゃないかなと思いますねなかなか変わりづらいというか買う理由がないというか社長の株売り圧力ってやっぱりすごいインパクトあるんでちょっとそこがどうなるのかなという印象は受けてますけど業績 つないぐらいいいんでそこでのファンダメンタルでの魅力が出てきてバリエーション的にちょっと割安気味になってきたらまた買われるんじゃないかなっていうそんな銘柄だと思ってます。で、下落銘柄以上なんですけれどももう最近本当ねあのやることないです。マジであのすごい換算で僕も全然日本株今持ってないんですけどビットコインがね最近すごいずっと盛り上がってて仮想通貨関連ってめちゃくちゃ上がってたんですけど、まあ、最近仮想通貨も落ち着いてきまして本当にいよいよやることないなっていうか、えー、やることないなと思ってます。で、あと ニュースとしては aupay カードのクレカ積み立ての改悪ですねもともとこのカード年会費無料で1%還元っていうまあ狂った還元しててもうすごい還元率高かったんですけどついに改悪になりました年会費無料のノーマルカードについては1%から0.5%に解悪されますよということですねまあゴールドカードに関してはそのまま1%なんでゴールドにしてくださいねっていう まあそういう暗黙の圧力。暗黙圧力。最後今後のスケジュールですけどもこちらになっております。まずは PC で触れた今夜あります。これすごい重要な指標なんで動くかなと思います。ドル円特に大きく動くんじゃないかなと思います。そして雇用統計日銀会合有馬記念ということで、まああり記念が一番、えー、もう年内最後のビッグイベントかなと思います。とにかくね、やることないんで、またいろんな株がね、動き出したらまた取り上げていきたいなと思います。そういうところでございます。以上。